はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。三国志3の16回目ですね、やっていきたいと思います。まあなんとかね生き延びてますよという状態ですね。つつかれればね、だんだん負けていくみたいな、負のスパイラルにだけはならないように頑張っていきたいんですけどね。さあ訓練、まあ2点3までどこか、で開発は治水だけやってるのか。まあお金がないですからね、仕方ないんですけど、ここではね22国だけ。さあこれね、一気にひっくり返すチャンスもあるんですけどね、やってみましょうか。はい、アイテムでね、孫権さんね、無理か。厳しいな。純優さんね、落とせるかな。破られた。まあ純優さんだからね。ああしまった。ああダメか。後半さんで行ってみようか。ああ見破られた。諦めましょう。カウンさんのところですね。訓練度は、OK ですね。あと、そうかそうか。おっと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 、間違えたよ。はい。おお、4も上がった。あ、3か。で、サイカさんは、東流さん引っ掛けれるかな。あーでもやめとこう。まず軍備だね。訓練、まあ探幽さんぐらいまで混ぜときましょうか。装備は大丈夫ね。3,4,5,6,4ヶ月あるので、工作させましょう。よし。武将捜索だけね、相変わらずかけとくことにしましょう。
甲冑さん、東花さん、あ、東花さんじゃない、大平さんの訓練が必要ですよね。軍事訓練3と5。まあメンバーが分かりにくい。義援さん、あれ義援さんどこ行った？ちょっと待って。ここにはいないね。ここにもいない。下の方行っちゃった。あ、下の方行っちゃったんかな。こっちは観光さんが行ってるね。あー、義援こっちに行ってるんだ。あー、捕まえよう。はい、義援。利元さんでいけませんか。おい、おお、ダメか。はい、説得。周宗さん、さん、あ困ったね。あー、ダメなんだ。まず移動ですね。28国に陰木さん。よいしょ。で、超人来てる。ヒーさんが大衆になっちゃったのか。で、戦争準備が必要なんですよね。探して終わっておきましょう。ここが、そうですね、東高さんに、はい、書物。米も売れないしね、困ったね。効果に、金銭さんでいいかな。で、調査に来博さん。よいしょ。で、あとは戦争準備を劉備さん、張邦さん、張飛さんでやれば、
聴取さん取れるか。意外と知力ね、後半さんも聴取さんも高いんですよね。シュレイさんも来てると来た。シュレイさん寝返らせるか。よっしゃーやったー、88か。ちょっと誰かに兵を預けちゃおうか。再編成できるの、ああ美穂さんできるな。でこれを D 点さんに預けちゃいましょう。はい、でああと訓練ね、あ訓練はいいんか。であと仕掛けましょうか。まず助手さん、ダメか。もう必要な攻撃ですよね。あら無理かな。自分で失敗してるからね。あーダメか。ダメだね、やめときましょう。はーい、ジョヨですね。反響さんは大丈夫やね。とりあえずね、密偵で反響さん入れときましょう。万が一ね、本国漏れた時もこれで見れますので、であとは準備ですね。1、6、7、探幽さん混ぜとこう。で創作だけね一応かけとって終わり。商人いるかな。あいた。39,000か、売ればいいの。集大産でいいかな。で軍事で歩兵、玄関さん5,000の集大さん4,000の陰木さん1,034。あーいやで玄関さん5,034よよ、はい。はい、考慮ですね。
か。東洋。あれ、ゲーンどこ行った？王兵さん。王兵さん。ということは結構な高めの中精度になってる可能性あるんですよね。まあちょっと今月諦めてあれしましょうか。戦争準備諦めてね、リエントリーに。高中さんでもダメ？あ、来た。あー、オッケー。あー、よかった。そしたら開発はやってる途中やね。褒美はええか。多分将軍にしたら上がりますね。創作だけかけて終わりましょうか。はい。で準備が、うん、しまったね。寛平さんも準備させるべきやったね。まずですよね。で、うん、ここも、蓮舫さんが今度兵を持ってるんですね。蓮舫さんはね、落とせそうな気はしてるんです。実はコービーいらない。ごめんなさい、これこっちね。1,2,4,5。はい。ここは足りないことはないので、うん、毛海さんも文官にしちゃってもいいような気するんですけどね。兵が雇えないのが大きいな、ここは。お、可否に攻め込みましたね。あああー、なるほどね。ジョコさんもともと孫権の配下ですからね。ちょっと忘れる前にね、27国の義援さんを将軍にしときましょう。はい。それではですね、ちょっとここで終了させていただきたいと思います。三国志3の16回目でした。ありがとうございました。それでは、さよなら。